まあ2位じゃダメなんですよ、優勝しないとっていうところなんですけど、まあまた一部でできると、まあ一部をつないだということに関してはね、非常にまあ、みんな頑張ってくれたと。だから守備を中心とした、野球をやってるので、まあ、基本的には、まあ、ドラフト上位のピッチャーが並ぶわけですから、対戦相手ですね。だからそのピッチャーに対して、じゃあ、どうやってそのピッチャーを攻略するかと、ね、まあ、その連打で攻略するっていうのはやっぱりなかなか厳しいので、まあ、どうやって1点を取るかで点を守るかっていうところに関しては、まあ後半勝ち切ったところはやっぱりしっかり守って、まあ、一番目指すピッチャーが抑えて野手が守ると、ね、点を与えないというところができてきたので、手応えというよりは、まあ、やってきた野球がその間違いじゃないということですよね。このチームは先輩と後輩が仲がいいので、お互いに指摘し合って、レベルアップができているっていうところが強みかなと思います。まあ、リーグ戦の後半を4連勝で終えることができたの でそのままの勢いで練習も今もできているので、次の開幕戦もその勢いで勝ちたいと思います。優勝っていうところを目指して、そして神宮大会に出場できるように頑張ります。長いイニング投げるっていうのにあんまり自信がなかったんですけど、初めてこう9回投げ切ってこう春を終えて、自分でもやればできるんだなっていうふうに感じました。体が小さい分、やっぱり全体、体を大きく使って投げるっていうことは意識して、やっぱり大きく使って投げることで球の強さだったりっていうのが出てくると思うんで、大きく使うってことは意識して投げてます。地元の愛媛では多分いろんな人が見に来ると思うんで、自分の頑張ってる姿とかをこう見てもらって、こう愛媛に勇気を与えれるようなピッチングができたらいいなと思ってます。優勝するぞ俺らけん、シェー